数理理論生物学とは、生物学、バイオテクノロジー及び医学にまたがる、学際的な研究分野の一つである。数理生物学、または、生物数学と呼ばれることもあり、その場合は、数学的側面を強調している。また、理論生物学と呼ばれることもあり、その場合には、生物学的側面を強調している。少なくとも4つの主要な領域。 生物数学モデリング、複雑システムバイオロジー、バイオインフォマティクス、および計算機数学モデリングを含む。数理生物学は、生物学的過程の数学的表現、処理、モデル化を目的とし、様々な応用数学の技術と道具を活用する。生物学、医学生物学およびバイオテクノロジーの研究において、理論的な面でも、実用的な面でも用いられる。 例を挙げると、細胞生物学においては、タンパク質間相互作用システムをイラストで表現することがよくある。このように表現することで、容易に視覚化することができているが、研究対象のシステムを厳密に説明しているというわけではない。厳密に表現しようとするならば、正確な数学的なモデルが必要となる。システムを量的に表現することにより、 システムの挙動をシミュレーションする方が適切であるかもしれないし、システムを観察のみからでは予想できない性質を予測することが可能になる可能性もある。生物学に応用されている数学分野には次のようなものがある。微分析文学、確率論、統計学、線形代数学、中小代数学、グラフ理論、組み合わせ論、大数幾何学、位相幾何学、 力学系、微分方程式論、符号理論、生物学への数学の応用は昔から行われてきたが近年特に興味深い分野となっている。これには次のような理由が挙げられる。次に挙げるのは数理生物学の研究領域のリストである。これらの例はどれも高度に複雑で非線形のメカニズムを特徴とし、 このような超複雑な系の相互作用の結果を理解するためには、数学、論理学、物理学、科学、分子生物学、計算機学のモデルを組み合わせなければ無理であると広く認識されるようになってきている。必要な知識が多岐にわたるため、数理生物学の研究は、通常、複数領域の研究者の共同研究となっており、数学者、生物数学者、 理論生物学者、物理学者、生物物理学者、生物科学者、生物工学者、工学者、生物学者、生理学者、研究医、異生物研究者、主要学者、分子生物学者、遺伝学者、発生生物学者、動物学者、科学者、他が参画している。この分野の研究は非常に多岐にわたる。例えば、生物学。 医学における計算機モデル化、動脈系、モデル、神経系モデル、生化学ネットワークの振動、量子オートマトン、分子生物学、遺伝学における、量子計算機、癌のモデル化、ニューラルネットワーク、遺伝的ネットワーク、抽象関係性生物学、メタボリック、レプリケーションシステム、検論の生物学、医学への応用、オートマトン理論、セルオートマトン、 エッセレーションモデル、完全自己複製、生物のカオスシステム、関係性生物学、および有機体理論である。また、生物システムのモデル化が挙げている例を下に列挙する。細胞生物学、分子生物学のモデル化分子生物学の重要性が高まるにつれて、この分野の研究は急速に拡大してきた。生理学的システムのモデル化分子集合理論は、 アンソニー・バーサラメイによって導入され、それは数理生物学、特に数理医学に応用された。分子の集まりを対象として、生化学反応を集合に関する処理の枠組みで捉える理論である。個体群変動の研究は、昔から数理生物学が活躍する分野だった。この分野の研究は19世紀頃から始まり、ロトカ・ボルテラの方程式は有名な例である。 ここ30年代に、ジョン・メイナード・スミスによって発展された、進化ゲーム理論によって保管された。個体群変動に対しては、進化生物学の理論が使用する数学の形を決める。個体群変動の分野は、人口に対する感染症の影響を研究する数理疫学の分野と重なっている部分がある。感染症の伝染に関してはいくつかのモデルが提案され研究されていて、 公衆衛生の政策決定に対して重要なデータを提供している。モデルという言葉はしばしば方程式に対応したシステムと同義語として使われるが、生物学的なシステムのモデル化というのも方程式に対応したシステムを作ることである。解析的手法あるは数値的手法により求められた方程式の解は、その生物学的システムが通じ的に、または 平行時においていかに振る舞うのかを記述する。様々な方程式と様々な行動があり、結果はモデルと方程式に依存する。モデルはしばしばその対象となるシステムに関する過程を設ける。方程式群もまた発生し得る事象の性質に関し、過程を置くことがある。次に挙げるものは数学的な描写と過程の例である。決定論的過程初期状態と、 最終状態の間の固定的な対応。ある初期条件より監視し、時間的に前方に進行する、ある決定論的なプロセスは、状態空間において常に同じ軌道を生成し、二つの軌道が交差する事態も存在し得ない。確率論的過程初期状態と最終状態の間のランダムな対応。そのシステムの状態は対応する。 確率分布とともにランダムな変数に依存する。空間的モデリングこの分野における古典的な仕事の一つが1952年、フィロソフィカルトランザクションス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティに発表された、携帯形成の科学的基礎と題されたアラン・チューリングによる、携帯形成に関する論文である。関係性生物学、抽象関係性生物学ハット概念。 PC2005 カテゴリーセオリーリビングシステムズインチャールズ・エレスマンエッセンテニアル・コンファレンス・プロシーディングス1から5ユニバーシティ・オブ・アミアンフランスオクトーバー・ナナ・ナインス2005 A エレスマンオーガナイザーエディターありがとうございます